ロサンゼルス旅行3日目の朝です。この日は、ハリウッドサインに行って、ビバリー、ハリウッドという予定になってます。今から、アルハンブラ少し散歩しようと思います。これは玄関前の様子なんですけど、僕はこのアルハンブラの Airbnb の、エリアというか、この家の前がすごく好きでして、なんか本当ザ・アメリカっていう感じなんですよね。景色がすごくいいんですよ。で、まあ今日やっと晴れましたので、まだ気温は14度なので少し肌寒いんですけど、日差しがかなり強いので結構暖かいですね。ただ日陰はすごく寒いので、まだこの服装はちょっと早かったかなと思います。まだすごく静かで過ごしやすい場所です。映画とかで見てる、まさにこう、アメリカな感じなんですよね。日本でこういう場所って、まあ、なかなか似たようなところはないんじゃないかなと思います。これは今、朝の散歩をしてるところですね。この道は結構長いので、まあ、ただブラブラしてるだけでも、結構距離は、歩けます。アルハンブラはダウンタウンからも結構離れてるので、まあホームレスの方とかもほとんど見かけないですし、やっぱり過ごしやすいんじゃないかなと思います。で、帰宅しました。 Airbnb の、はい、リビングですね。コーヒーをご馳走になっています。朝ごはんもすごくご馳走になりました。ありがとうございます。で、少しこの部屋でですね、リラックスして、今からハリウッドサインに向かうところです。 Uber を呼んでいます。今日も、はい、Uber で、ハリウッドサインまで結構遠いので、まあ、正式にはその下のまあ、パークの方に行くんですけど、はい、レイクハリウッドパークですねまで、Uber で上がってきました。結構観光客が多かったです。大体みんなこのレイクハリウッドパークから歩いていくか、まあ、車でもハリウッドサインまで行けるみたいですけど、まあ、ほとんど車で行くような人は見かけなかったですね。もうすでに激坂なんですけど、まあ、今日は、はい、この記載の通り天気に恵まれたので問題なく歩けそうです。今のところ、まあ、山というかもう中腹までこれ登ってることになるんですけど、Wi-Fi というかは、電波は通じます。で、このすごく狭い歩道というか、まあほぼ歩道ないんですけど、もう歩いてハリウッドサイン見えてるところまでどんどん進んでいきます。結構豪邸というか、なんかそうですね、かっこいいおしゃれな家がたくさんありまして、本当憧れるエリアだなと思いました。で、歩いてる人もこの日平日なんですけど結構いましたね。走ってる人とかもいました。僕もこの激坂走ってみたいなと思いましたけど、多分結構な坂なので、きついんじゃないかなと思います。僕はジムでですね、トレッドミル、傾斜15度にしてよく歩いてるんですけれども、15度っていうのは、いわゆるそのトレッドミルの傾斜のマックスですね。まあもっと行くトレッドミルもあるかもしれないですけど、基本的にはその15度なんですけど、それよりもきつい傾斜だったんじゃないかなと思います。ここに水分補給できる場所も途中あります。やっぱりロサンゼルスで水を買うのはちょっと高いなと思ってまして、ただなんか水道水を持っていくのはちょっと、まあ怖いとまでは言わないですけど、やっぱちょっと心配なので、まあこういう水を補給できる場所があるとすごくいいなと思います。しかも山登りなので、水分しっかり取っとかないとなというところですね。いやー、この豪邸もすごいですよね。ネットリックスでビバリーヒルズの不動産屋の作品があるんですけども、なんかそういうとこで、売ってそうな、家ですね。このあたり、ヤシの木がすごかったです。南国みたいな雰囲気でした。ここをどんどん歩いていきます。でも日差しが、やっぱり、気温低くても日差しが強いので、結構いい汗かくんですよね。僕は一旦長袖脱ぎました。あ、でも石だね。あ、岩か。で、結構これアクティブな、場所。まず、ここを進む必要はなかったんですけど、ちょっと登ってみたくて、登りました。でまだまだハリウッドサインは先です。でもちょっと近づいてきましたね。
で、反対側は、まあ、ダウンタウンの方面が一望できるようになってきてます。もうだいぶ、もうこの時点で高さはありますね。すごい景色がいいです。やっぱ晴れてる日に来て正解でした。人はそんなに多くないですね。ただまあ少なくもなかったですけどね。はい、写真も撮らせていただきました。先ほどの写真は、ミニ三脚を持ってっていたので、まあ、三脚を置いて、セルフィーで撮りました。今振り返ると思ってたより、いや人はさっきなんかいたとは言いましたけど、そんな少な、多くなかったですね。で、トレーダージョーズで買ったドライフルーツ食べながら歩いています。やはりエネルギー補給は大事ですので、登山普段しないですし、しっかりとエネルギー取りながら山登りをしていました。で、結構自然豊かなんですよね。なんか岩とか見えてたりとか、なんかもっと舗装されてる道を歩くのかなと勝手に思ってたんですけど、意外とその、まあ、山登りというか、あまり舗装もされてない場所も多くて、そんな感じでしたね。暑くなったので T シャツになりました。この辺りから、なんか人の通りが少なくなってきてですね、道が合ってないんじゃないかという、疑惑が湧いておりました。そうだね。これはかなり危険でしたね。道が、結論しっかりと間違ってまして。ただ、もう、この高さになると電波が届かなかったので、調べようがなかったんですよね。なので、通りすがりの、まあ、現地の方ですかね。なんかアメリカ人っぽくなかったですけど、ちょっと聞いたところ、やっぱり道を間違えていたということで、今、ハリスタに向かって歩いています。さっきの景色は、その山の、まあ、逆側、反対側を今歩いてると思うんですけど、さっき見た場所とは。そこから見える綺麗な景色です。はい。この岩が見えてきたら、もう少しですね。ハリッドサイン裏まで来ました。僕はですね、大学時代に夢見た、はい、場所です。虫が本当、頂上付近はすごかったですね。道を聞いた方のおかげで、なんとか頂上に到達することができました。聞いてなかったら、多分、グリフィス天文台の方とかに歩いて行っちゃったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、本当にありがたかったですね。その方も、僕たちより先に頂上についていて、写真を撮ってくれとお願いされまして、写真を撮らせていただきました。今考えると、一緒に、まあちょっと記念にですね、写真撮ってたらすごいいい思い出として、ものが残ったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとそれは、忘れておりまして、写真を撮ることはできませんでしたが、はい、非常にいい思い出になっています。この頂上はゴミ箱だったり、なんか電波塔みたいなのがありました。で、ハリウッドサインの、裏側を上から見ることができるというところですね。ノードローンゾーンのとこがいいんじゃない？で、この、なんだろう、フェンスのところに、なんか、鍵一年半後に取りに来たロックして、まあ、結構よくある、占いじゃないな。面白いよ、これ。記念につけるみたいな、そういうのが結構あったので、我々も残してきました。また来たいと思います。かなり標高が上がっているので、風が強かったですね。帽子が飛びそうなくらい風が強かったです。これ天気が悪かったらまあ、だいぶ魅力が半減してしまうので、しっかり天気を見て行った方がいいんじゃないかの、いいんじゃないかなと思います。最近、ロサンゼルス天気悪い日もあるみたいなので、
まあ、前だったらそんな天気気にする必要もなかったそうですけど、気にした方がいいんじゃないかなと思います。で、水もやっぱりこれだけ歩くと、あの、我々もしっかり飲んでますので、水補給していきます。こういうのがあるのはありがたいですね。このハリツサインの、歩く場所で他に先ほどのような水分補給する場所はなかったんじゃないかなと思います。そのレイクパークの方にもなかったと思ってます。で、ずっとその傾斜のある坂を登っているので結構ふくらはぎとか疲れましたね。で、またリスが歩いてました。アメリカ人からしたらリスいるの普通なのかもしれないですけども、やっぱ日本ではほぼ見ることないですからね。見るたびに反応してしまいます。でもどうなんでしょう、アメリカ人からしたらネズミみたいな感覚なんですかね。いや、でもそれはないか、そんな感じではないよね。はい、写真も撮ってもらいました。まあ、レイクハリウッドパークはすごい気持ちよかったですね。ワンコもいまして、 LA でワンコみんな放し飼いしてるんですよね。リードつけてないワンコが非常に多くて、ルナルナで、でもそれでもしっかり言うこと聞いて歩いてるんですよ。信じられないです。人慣れしてますよね。ルナちゃんっていうらしいんですけど、僕が座ってるベンチに乗ってきてくれたんですよね。いや、めちゃくちゃ癒されましたね。あんなに、まあ、人慣れというか、まあまあ、そもそもリードなしで、まあ、あの、ワンちゃん以外も、あの、過ごしてるのが多かったので、それは日本とやっぱ違うところでしたね。まあ、もちろん、リードつけて歩いてる方もいたので、一概には言えないんですけどね。帰り道は非常にユニークです。理由がですね、普通に下山するのではなくて、何なんだろうな。ちょっとあんまり正確な場所わかんないんですけど、ウエストハリウッドの、ちょっと行きたい方に、Google マップで向かってまして、で、それで行くとこの道だったんですよね。本来であれば普通のその車道の方を歩くと思うんですけども、なんかこの道がですね、ヒットしまして、これ今下山というか、向かってます。ヘビがいたんですよ。いや、怖いですね。こんなちっちゃいからよかったけど。アメリカでヘビに噛まれたらどうしたらいいんですかね。ちょっとビビりながらもうジャンプして渡りました。結局何もなくでしたけど。で、トカゲとか見ました。This is America です。はい。で、あとはその、まあ、山のエリアが終了しまして、これ、ホーンテッドハリウッドだったかな。ちょっと名前間違ってるかもしれないですけど、そのエリアで、高級住宅地なんだと思います。休憩がてら、スーパーに寄っています。やっぱり物価高ですね。物価高というか、まあ、円安だからしょうがないんですけど、バナナ以外は、なんか全部高い印象ですね。なんだろう、これ。やっと傾斜のない場所を歩けて、足が、すごい楽になりました。ビーチウッドというエリアらしいです。ここから、ハリウッドの方まで、南下していきます。歩くとやっぱりちょっと遠いので、公共のバスで移動しようと思います。はい、これが公共のバスなんですけど、なんか無料で乗れたんですよね。このエリアの人は無料なのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、ハリウッドまで到着することができました。で、バスを降りるのもなんか自主性だったんですよね。なんか行き先も止まって、自分から止まってくれない感じで、僕から止めてくれと言って、目的地よりちょっと先になっちゃったんですけど、降ろしてもらいました。はい、またトレーダー上手に少しちょっと、トイレとかしたかったので、ちょっと行きました。大丈夫？ハリウッドで何かしたいということではなくて、ビバリーヒルズの方に来たかったので、一旦ハリウッドに行って、そこから、一気に西の方に移動しようということで今進んでま
で、ハリウッドからビバリーヒルズはまだ日中ですし、このエリアはあのバスの治安が悪くないのでバスで向かっています。ビバリーヒルズのエリアに到着しました。雰囲気がガラッと変わりますよね。まさに映画で見てたような景色、世界に到着した感じです。前回ビバリーヒルズに来たのは約1年半、2年前くらいなんですけども、いわゆるビバリーヒルズサインの方、中心部の方で過ごしたので、このちょっとビバリーヒルズでも北側の方には前来てないので、これ初めてですね。は公園です。びっくりしたのが、この公園の中、公園の中の芝じゃなくて、その通路の芝で寝っ転がって勉強してる子がいて、これが日本と違うとこだよなと思って、やっぱいいなと思いましたね。ビバリーヒルズサイン。呼び方合ってるか分かんないですけど、サインがあるところの、大きい木になります。いや、この景色もいいですよね。ビバリーヒルズサインに到着しました。前回来た時は冬だったんですけども、その時も観光客結構いましたが、この日も結構いらっしゃいましたね。こんな感じで。みんな、まあ、写真撮る以外ないんですけども、まあ、この芝生も、天然芝ですごい気持ちがいいです。我々もちょっと休憩したりしたんですけど、もうこの夕方の時間帯で、日差しじゃないちょっと日陰になるとすごい寒いので、カフェ行きます。ここはビバリーヒルズの目の前にあるカフェですね。エスプレッソを注文しました。エスプレッソっていやなんか日本でももちろん飲んだことあるんですけど、なんかコーヒーの状態で来ると思ってたんですね。ただこう水で割るっていうのを知らずに、その原液だけ渡されて何なんだろうと思ってちょっと待っちゃいましたね。で、店員にもどうしたみたいな聞かれたんですけど、いや、こっちがどうしただよっていう感じで、まあちょっとわけわかんなかったですけど、水で割ってる人がいたので、あ、そういうことかと。で、やっと、エスプレッソいただくことができました。それ相手も困惑する。なんかプラスアルファで、なんか現役というかコーヒーもらえたのかなと思ったんですけど、なんかその様子じゃなかったんですよね。はい。まあ無事にエスプレッソ飲みまして、この公共トイレあるので行きます。だからウェディングドレス着てる方もいました。前回来た時に、バス乗ってトイレ漏れそうになりまして、ダッシュでここのトイレに来たんですよ。で、その時にこのトイレ綺麗だったので、また来ました。なんか変におしゃれ。で、またリスですね。まあ、リスはともかく、さっきのトイレしてると、でっかいワンコを連れた人がですね、トイレしに来まして、その、ワンコが大きすぎてびっくりしましたね。すごいジロジロ見られたんですよ、ワンコに。はい。で、ビバリーヒルズの、中心部と言ったらいいのかわかんないですけど、ブランドがいっぱい並んでいる、ところも少し散策しています。この辺りもともと、全然興味なかったので、ただ歩いてるだけですね。観光です。ただでさえ、ハリウッドサインでひたすら歩いてるので、結構足来てます。これはロデオドライブウォークオブスタイル、正式名称合ってるんですかね。まあ、いろんな人がここ行ってますよね。写真撮りました。この雰囲気は好きでしたね。ただこう入るような店はなかったので歩いただけですけど、この目の前のホテルがすごい気になりました。歴史ありそうな高そうなホテルでしたね。なんか少し Google マップで調べたところ、日本円で1泊17万円くらいでした。トリップ .com で見ました。こういうとこ泊まってみたいですけどね。無理だろうな。なかなか。はい。で、ハリウッドサイン、あ、ハリウッドサインじゃないですね。ビバリーヒルズ、こういった、写真スポットもあるので、まあ、興味のある方は、行ってみると面白いんじゃないかなと思います。特に女性はブランド物もあるので、まあ、買う、買わない別に、歩くだけでも好きな人は好きそうな、エリアですね。男性の方はまあ一概に言えないですけど、
まあ、僕みたいなあんまり興味ない方はそんなに楽しい場所じゃないかもしれないです。そうなんですよね、日陰は寒いんですけど日差しがですね強くてもう簡単に真っ黒になっちゃいますね。やっぱちょっと乾いてるんで、やっぱ唇も乾燥しやすかったり、僕皮膚が弱いんですけどもすごい乾燥しやすい、あのパキパキになりやすかったです。でまたトレター上手に来ました。これウエストハリウッドの方ですね。本当はバスで行けるとこまで、あの帰宅の道中行けるとこまで行く予定だったんですけど、僕の体調が悪くてですね、バスだとちょっと吐きそうになるので、昨日行った、このトレダージョーズで降りました。で少し買い物していくんですけど、バナナが超安かったですね。僕の認識間違ってなければ25セントで多分30いくらだと思うんですけど、なので40円くらいだったんじゃないかなと思います。おそらく日本だと、基本バナナ輸入してるんで輸入コストかかってると思うんですけど、アメリカだと違うんでしょうね。はい、トレダージョーズは人気なのはやっぱりバッグですね。買い物で使うバッグ人気でして、それを購入しました。もう移動はウーバーですね。バスだとやっぱり時間かかっちゃうので、旅行となるとちょっともったいないんですよね。あとバスだとアルハンブラから大体観光するとなるとダウンタウンの方に一回向かうんですけど、その道中でやっぱりホームレスの方が増えちゃうんですよね。バス結構乗ってくるんですけど、それが結構まあ治安が良くないというかちょっと怖いんで、ウーバー今回、まあ奥さんもいますし、しっかりと使いました。夜ご飯を食べなきゃいけないので、インナウトバーガー、前回も来たアルハンブラのところに来ております。これはダブルダブルと普通のチーズバーガーかな。今見てるのはダブルダブルですね。これがうまいんだよ。日本のマックが気にならないですね。全然マックが勝てない。生地が違いますから。まずでオニオンを入れるかって言われて、まあ、しっかりオニオンを入れてます。まあ、こんな円安な状況ですけど、インナウトバーガーは値上げをしてないので非常に安いです。多分日本のちょっと高いハンバーガー屋さん行くより安いですね。でこの辛い 青唐辛子のピクルスがもうとんでもない辛さです。無料なんですけど、もう食えたもんじゃないんですよ。食べたんですけどね。はい、でまあエアビーの方まで歩けない距離ではないんですが、まあ夜ですし、奥さんもいますから、まあ念のためウーバーで帰りたいと思います。まあただ、この辺りはホームレスとかの方とか全然まあいらっしゃらないんで、大丈夫だと思うんですけどね。明日はサンタモニカエリアに行きます。ご視聴いただきありがとうございました。